はい、皆さんこんにちは。ミノフラワー代表フラワーアーティストシュンです。今日の動画はお花屋さん必見のレッスンです。淡い色合いのフラワーアレンジメントを作っていくんですけれども、淡い色合いのフラワーアレンジメントっていろんなシーンでね、こう活躍できるというか、いろんなシーンで使えるアレンジなんですね。まあ一つで言うと、こうお供えのシーンなんかでも使えます。なので日本のこうお花屋さん事情で一番こうやっぱり売れるっていうかね、需要があるのはお供えのお花なんですね。なので、まあ、今日のアレンジメントはね、こうちょっと勉強していただければ、いろんなこう、活用方法というか、活用方法があると思います。なのでぜひ最後までご視聴ください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日もこちらのね、この器でレッスンをしていきたいと思います。まあこういう器がね、一番こうお花屋さんでは使う器なので、ぜひぜひ見ていってください。では行ってみましょう。はい、ではまず最初にこのストックを、ね、入れていきます。まあ、こうやってストックでね、大体のこうアウトラインを決めていきます。はい、次にこのオリエンタルリリーを入れます。もう一本入れます。このね、ユリを入れるときに、ユリっても大きいじゃないですか。だから途中でね、ストック全部入れてからユリを入れるとかなり接触するところとか出てくるんです。だからユリ、まあ、を入れるタイミングは少しこうストックを入れて、ユリを入れて、その後にまたストックを入れるみたいな、そういう感じで花材を入れていくと制作がしやすいです。ここで少しこうファンデーションワークをしておきましょう。はい、これでファンデーションワークが終わりました。ここで白いね、トルコキキを入れていきます。じゃあここでちょっと淡いピンクのトルコキキを入れます。はい、次にこのちょっと紫系のバラをね、入れていきます。少し白のトルコキキを足していきます。そして薄い紫のスイートピーを足します。ドラセナの、ね、葉っぱを周りに入れていきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ基本的なね、アレンジメントの作り方です、これは。まあただお花屋さんでは本当にこう一番ね、使うスタイルじゃないかと思いますので、ぜひ一度は作ってみてください。では今日はこちらで、アレンジメントの制作を終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。次回お会いしましょう。 See you next time.